ピタッと止まる安定スイムが当たりを増やす。ティップラン専用エギ、エギオー TR。 ピタッと止めてドンと乗せる。ティップランエギングの楽しみの一つが竿先や目で感じる当たりの多さ。当たりをさらに多く得るためにはどうしたらよいか。その問題解決がエギオー TR の開発コンセプト。ティップランエギングはエギを誘い上げた直後にラインを張ってエギを水平に移動、もしくはゆっくりと沈下させていく最中に当たりが集中する。ではその間でいかに当たりを増やしていくか。当たりを増やす秘訣とは、エギの安定感。それはイカは動き回る餌より動かず泳ぐ餌の方が捕まえやすいということ。つまりイカがエギを捕まえやすい状況を作ることであった。その状況を追求した結果たどり着いたのが流れの中での安定感。そこで山下はフィールドテストはもちろん研究施設で実験を重ね、流れの中での安定感のあるエギの開発に成功。エギオー TR の全身安定構造はフィン、シンカー、ボディの相乗効果で当たりのタイミングでエギをピタッと止めて安定させる。十字形状で縦横両方向のブレを制御するハイドロフィン TR。 フィン効果を持たせて安定形状に設計したハイドロシンカー。従来のエギ形状にとらわれない設計により抜群の安定感を生み出すハイドロボディは、その日最初の投入から最後の投入までアングラーの集中力を持続し、負担を軽減する独自のエギのフォルムを追求した。そして超過を上げるために必要なイカのレンジまでいち早くエギを届けられるフォールスピードにもこだわり、エギの重量はそのままに、ボディの浮力とシンカーとの比重を追求し、素早くエギを沈められるバランスにたどり着いた。安定感だけではなく、イカに対するアピール要素と合わせ目立って触らせるエギオー TR。 エギ、シンカー、スナップの相乗効果でピタッと止まる安定感を向上し、水深、潮流、風、あらゆる状況でもティップランエギングを楽しめるラインナップ、エギオー TR シリーズ。誘いのアクションを終えた次の瞬間、あなたの竿先に当たりが訪れる。